はい、今回は4月の5日阪神対広島の2軍戦を振り返っていきたいと思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録がまだだという方がいらっしゃればチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本編の方に戻りましょう。2024年ウエサンリーグ4月の5日阪神対広島戦ということで、結果から言いますと3対2で残念ながらサヨナラ負けということで、9回にですね3失点してしまいまして、サヨナラ負けしてしまいました。まあ、ただですね、まあ、9回までは、2対0ということでリードしていまして、まあ、今日は、前回、まあ、東海ということで、ピッチャー陣かなり打たれてしまいましたけれども、今日は一変してですね白熱した投手戦というような形になりました。で、広島カープの方は森下投手が投げていまして、阪神タイガースの方は西純也投手がですね先発として投げておりました。なかなかいいピッチングだったんじゃないのかなというところで、まあ、そのあたりも改めて投手の成績ということで振り返っていきましょう。で、阪神はですね今日9安打放っていますけれども、まあ、この若虎の中でですね今日はあの選手ですね、まあ、このチャンネル見てくださっている方であの選手と言われれば、あの選手かというふうに思ってくれる方もいるかもしれませんけれども、あの選手が猛打賞を出しているということで、野手の方から順番に、見ていきたいと思います。はい、では早速スタメンの方から順番に見ていきましょう。1番ショート高寺選手、2番レフト島田選手、3番セカンド遠藤選手、4番指名打者野口選手、5番ファースト渡辺亮選手、6番ライト五坪選手、7番サード戸井選手、8番センター福島選手、9番キャッチャー藤田選手という形でですね、今日はショートがですね山田選手ではなくて高寺選手が入りまして、まあ、普段サード結構守っていることが多いんですけれども、そこに戸井選手が入ると。で、まあ、ずっと遠藤選手はセカンドですね。で、まあ、遠藤選手はもうセカンドとして成長していく、キャリアを育てていくっていうところが、まあ、2軍でも明確になっているんじゃないかなというような感じですね。で、今日五坪選手ライトを1回守ってたんですけれども、2回の、裏からですね、まあ、レフトということで何があったのかちょっといまいちわからないんですけれども、ライト、レフトを守っているというような状況でございます。はい、野手の成績なんですけれども、今日複数安打放っているのは高寺選手と五坪選手ということで、まあ、いよいよ五坪選手乗ってきましたね。今日も4打数の3安打ということで猛打賞。そうなんです。猛打賞を打ったのは、この五坪選手ということで、まあ、通算打率も未だですね、3割3分3厘ということで、まあ、チームトップの成績を残しておりまして、OPS の方もですね、808まで上昇しているということで、まあ、本当に五坪選手ですね、まあ、バッティングは、2年目も健在だなというところで、1年目の後半かなり苦しい死んだ、もののですね、この前半戦2024年の前半戦はしっかりとまた調子を戻してきてですね、打ち始めていると。で、まあ、ちょっと、打っているヒットを打っている打席のですね配球チャート等を見ていましたけれども、まあ、割と高めであったり外角、まあ、ちょっと投げミスかなというようなところが多かったんですけれども、まあ、失投を逃さずに、打つっていうのがですね、まあ、いつも選手の最大の売りだと思いますし、まあ、やっぱりコンタクト能力の高さですよね。まあ、ここが、まあ、いつも選手最大の武器になりますので、まあ、そういうところは遺憾なく発揮された打席になったんじゃないのかなというふうに思います。はい、まあ、こういった形で今日いつも選手3安打と。で、まあ、高寺選手もですね、今日は2安打放っておりまして、まあ、ちょっとここのところあまり打ててなかったんですけれども、まあ、1回と7回にセンター前ヒット、サードへの内安打ということで結果が出始めているということで、まあ、高寺選手もですね、まあ、今年1軍でのこう挑戦っていうのはオープン戦なんかでもあったんですけれども、まあ、なかなかこう定着することができていない現状ではありますが、やっぱりこの高寺選手、遠藤選手に関しては、まあ、熊谷選手、上田選手がですね、まあ、一軍にはいますけれども、そこの座を奪ってほしい、存在になり得る選手だと思うので、まあ、こういった形でですね、まあ、しっかりとファームで結果を残していくと。で、あとはやっぱり糸原選手みたいなですね、こういやらしい打撃をですね、遠藤選手、高寺選手には期待したいなというふうにも思います。
はい、であとは戸井選手もヒットを1本打っていまして、まあ福島選手もヒット1本打っていると。で、まあ、4回にはですね、まあ、いつも選手、戸井選手、福島選手と連打が続いて3連打で1点取っていたりとか、しましたので、まあ、結構いい、展開だったんじゃないのかなというふうにも思うんですけれども、で残念ながら9回3失点で、敗戦になってしまったっていうような感じですね。なんで野手の方は、期待の若虎が今日はしっかりと結果残していますし、まあ、福島選手もだいぶ、率も上がってきましたよね。2割0分6厘ということで、まあ、少しずつ率も上がってきているので、まあ、2軍というか、まあ、プロの、壁っていうところをですね、一つ、乗り越えたんじゃないのかなというような感じでございます。はい、ここからは投手の方も順番に見ていきたいんですけれども、先ほど申し上げたように今日は先発は西純也投手でした。で結果から言いますと、7回までを投げまして打者27人に対して被安打6、三振8、フォアボール四死球なんと0ということで、まあ、失点自責点ともにですね、まあ、こういう形になると0になりますよということで、西純也投手今日はですね、ちょっと広島戦、広島のホームということもあって映像を見れていないんですけれども、まあこの数字から見るとですね、良かったんだろうなっていうところが、まあ、ありありと分かりますよね。はい、まあ、7回投げてフォアボール0っていうところは一番大きいところで、まあ、ヒットも6本しか打たれてなければですね、ランナー貯めるっていうことはほとんどなかったと思いますし、まあ、三振も8取れているっていうところでですね、まあ、西純也投手前回のピッチングがちょっと厳しいかなというようなところだったんですけれども、まあ、今回はですね、結果を残すことができたんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ストレートを主体にですね、まあ、49球ということで、まあ、全体の半分ぐらいを投げて、まあ、スライダー、カーブ、あとはフォーク、チェンジアップ、カットボールということで、まあ、右ピッチャーの本当にお手本みたいな、配球の割合になっているかなというふうにも思うんですけれども、やっぱりこの三振8個ですね、まあ、スライダーとフォークでおそらく取ってるんだと思うんですが、まあ、ここがですね、効いてくれば、阪神投手陣、やっぱり一軍ローテに西純也投手は定着してほしい投手なので、まあ、そういうところも見えてきますよね。はい、まあ、一軍の方で言うと西勇輝投手、まあね、昨日、6回3失点ということで、まあ、めちゃくちゃ良かったかと言われればそんなこともないかなというような感じでもありましたので、西純也投手のですねチャンスっていうのも、今後あるんじゃないかなというふうにも期待しておきたいと思います。でその後を投げたのが石井投手ということで、今日は1回を投げて打者3人に対して被安打0、三振2ということで、まあ、2軍降格にはなってしまいましたけれども、石井投手2軍ではですね、まあ、三振2つ取るということで安定した投球を見せてくれました。で、まあ、全13球投げているんですけれども、そのうちのストレートが9球ということで、まあ、しっかりと強いストレートをですね取り戻してほしいなっていうのがこの2軍に落ちたテーマだと思うんですけれども、まあ、それが、見事に体現できていると思いますし、まあ、阪神タイガース中継ぎ投手陣でいうとですね、非常に枚数多いので、まあ、なかなか調子出ない時であったりとか、で力が発揮できない時っていうのも絶対あると思うんですけれども、まあ、そういう時はこう、まあ、2軍でですね、まあ、調整して、もう一回戻ってくればいいというふうに思うので、まあ、石井大地投手もこれでじゃあ1軍への切符がっていうことが、もうないよというようなことは全然ないと思うので、これから頑張ってもらいたいなと思います。で一方石黒投手はですねちょっと打たれてしまいまして、9回、登板しましたけれども、最後まで投げ切ることができませんでして、0回で3分の1を投げて打者6人に対して被安打3とフォアボールも1つありまして、失点自責点ともに、失点が3自責点が2という形でサヨナラ負けを喫してしまいました。で石黒投手はですね、まあ、オープン戦一軍帯同ということもあって開幕一軍もあるかもというような感じにはなったんですけれども、まあ、残念ながら二軍スタートとなりまして、今日ちょっと打たれてしまってということで通算防御率も 5.06 ということで、なかなかこのウエスタンでも二軍の、まあ、去年のドラフト選手ですね、特にピッチャーが苦しんでいまして、昨日も津田投手も打たれてしまいましたし、柴投手もなかなか目立った活躍ができない、下村投手はまだ投げてもないということで、まあ、ちょっとこうドラフトっていうことに焦点を当てるとですね、まあ、やや心配な部分っていうのもですね強くなってまして、やっぱり阪神タイガース去年優勝はしましたけれども2軍が強くないと、
なかなかじゃあ来年再来年と、つながってこないというふうに思うんですけれども、今年だけで言うとですね、2軍もかなり苦しんでいるんですよね。はい、まあ、今勝率で言うと3勝10敗2分けということ2割3分1厘で、まあ、工夫はやっての上ということでですね、まあ、5位なんですけれども、まあ、工夫はやってもですね、2勝12敗1分けということで、結構、まあ、勝率だけで見ると結構差は空いてるんですけど、まあ、ちょっとこう、そういうところもちらついてきているというような感じになりますので、ちょっと怖いなっていうような感じなんですよね。で、まあ、上位の方に逆にドラゴンズが入っていまして、8勝2敗1分けということで、まあ、オリックスが1位なんですけれども、まあ、去年圧倒的最下位だったドラゴンズがこういった形で、2位に入っているということで、ちょっとこう、今年、まあ、潮目が変わりつつあるかもなというところが気になるところではあります。はい、まあ、こういった形でですね、二軍戦もしっかり、私たちのチャンネルはですね、まあ、お届けしていきたいと思いますので、またいろいろ試合ありましたらですね、動画として配信させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。